はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回は足で踏んだり鳴らしたりするフットパーカッションを特集していきます。昨日から足くらべのレッスン動画も開始いたしましたけれども、やっぱり近代のパーカッショニスト、モダンパーカッショニストっていうのは手だけではなく足も使えてね、なんぼというところがあります。で、まだこれ足を使ったパーカッションって発展途上だと思うんですね。まだまだこれからいろいろなやり方だったり、いろんな楽器の使い方っていうのが出てくると思うんですけれども、まあそれに先駆けてというか、まあこれから先のね、未来を見据えて足で鳴らすパーカッションどんなものがあるのかっていうのをね、見ていきたいと思います。で、僕自身はですね、パーカッションを始めた当初から、あ、これドラムセットみたいに手だけじゃなくて足も使えた方が絶対いいよなっていうことを考えてまして、ていうかそもそもドラムセットだってね、一個一個のパーカッションをこう組み合わせて合体させて作ったものですから、まあ同じ考えでできるはずだというところでね、いろいろな足で、鳴らすパーカッションを試してきました。ただね、これが結構ね難しいんですよ。まあ選択肢がありすぎるっていうのもあるし、選ぶ楽しさはあるんですけれども、なかなかねちょうどいい音量バランスにならなかったり、演奏技術的にね踏みながらやるのが難しいとか、いうのがあったりしまして、まあ、かなり試行錯誤したんですけれども、まあ、そんな中でもね、いろいろ試して、これは良かったよ、これはあんまり良くなかったよっていうようなね、情報を今回この動画でシェアしたいと思いますので、もし気に入ったのがあれば、試してみてください。はい、ではまずは無難オブ無難ハイハットを紹介していきたいと思います。はい、まあ、ハイハットはね、このチャンネル見てる人は知らない人いないんじゃないかと思うんですが、まあ、ドラムのチッチッチッとかジュッジュッジュッっていうやつですね。はい。で、これを足で踏むとどうなるかというと、まあ、いわゆるこういう短いチッチッチッっていうサウンドが得られます。あとは、こう、打ち放ってね、まあ、フットスプラッシュなんて言ったりしますけれども、シンバルを伸ばす音が鳴らせるっていう感じです。で、こう組み合わせると、こう伸ばす切る伸ばす切るみたいな音の長さも演出できるという感じなんですね。で、足で演奏する上でですね、まあ、最低2種類以上の音が出せるバリエーションがあるっていうのはすごくね優秀なんですよ。これから紹介しますけれども、他の楽器っていうのは基本一つの足に対して一つの音色、サウンドしか出せないっていうものが多いので、まあ、ハイハットはねやっぱり使われてるだけある、長くね生き残ってるだけありまして、大変表現力が高いです。で、パーカッションと組み合わせるにあたって、このサイズが気になるっていう人がね多いんじゃないかと思います。要はドラムセットでよく使われるような14インチ、まあ、これちなみに14インチなんですけれども、14インチくらいだとこのちょっと音量が大きすぎるのではないか、パーカッションに比べて相対的にね音量が大きいから目立っちゃうんじゃないかなっていうことが気になって、あ、じゃあ小口径のハイハットにしようかとかね、あるいはスプラッシュシンバル12インチくらいのスプラッシュを2枚重ねでミニハイハットみたいにした方が合うんじゃないかみたいにね考えると思うんですよ。はい、僕はちなみに考えたんですけども、で、結論から言うと、今現在のね僕の結論は14インチで問題ありません。レギュラーサイズで全く問題ありません。はい、ちっちゃければいいかっていうとね、ちっちゃければこう音量が抑えられるかっていうと、まあ、必ずしもねそうではないんですね。はい、いわゆるこのチッチッチっていう、まあ、踏む音の、まあ、音量のコントロールだったり音色のコントロールっていうのは自分のこの足の演奏技術で、コントロールができます、カバーできますので、音量面では、まあ、足をちゃんと練習して鍛えれば問題ありません。で、かつですね、このフットスプラッシュが使えるっていうのがやっぱりこのハイハットの最大の魅力だと思いますので、小口径のねハイハットとかスプラッシュだとこのフットスプラッシュがちょっと安っぽい感じになっちゃうっていうかね、シャン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 っていうね、ちょっと悪目立ちしてしまうかなと思いますので、まあ、普通にね14インチくらいの、サイズの方が使い勝手がいいと、まあ、個人的にはね、今のところ思っております。ちょっとやってみますけども、あんまりこうシャンシャンしてほしくないっていう場合は、まあ例えばチェーンみたいなものを使って、これカバサのチェーンですけれども、C
しずるのようにしてしまうと結構音が抑えられます。はい、あとは、まあ、何かしら重りになるものを乗せて、まあ、こういう風にやってもいいですね。はい、すると結構ドライな印象になります。はい、では次はハイハットスタンドは持ってるんだけども、このハイハットの金属的な音を鳴らしたくないという場合、LP からですねシェケレをハイハットスタンドにつけるハイハットシェケレみたいなのも出てるんですけども、もしこういう鳴り物があればこれで代用ができます。ハイハットのクランチに、まあ、この木の実をですねぐるぐる巻きつけてしまって、はい、こんな感じになります。まあ、見た目かなりねインパクトあるっていうか面白いと思いますけれども、結構ね演奏するの難しいです。タイミングがね、まあそこまでアタック出す必要ないんで、アクセントでみたいな感じで使うと面白いんじゃないかと思います。はい、足比べの動画でも紹介しましたが、まずはカウベルですね。これはもうね万能に使いやすいです。特に音が低めのコッコッコっていう音が使いやすいかなと個人的には思います。頭打ちでも使えるし、いわゆる足比、クラーベですね、これでも使えるといったところですね。でもう一個はタンバリン、鈴がついてますけど、これ一応タンバリンですね。僕はよく使うのは片方がカウベル、片方がこの鈴タンバリンでとかみたいな使い方をよくしています。ちなみにこの鈴、これまあガングルーっていう足に巻くような鈴なんですけれども、なんでこれをつけてるかというとですね、これ仮にタンバリンだけでやってみると、まあこんな感じに、まあいわゆるタンバリンの音っていう感じになるんだけども、結構ねこれ音が強すぎる、目立ちすぎちゃうんですね。この向きも垂直なこともあってジングルがね鳴りすぎちゃう、響きすぎちゃうので、何かしらミュートをするか、さっきみたいにガングルーをつけて押さえてあげる必要があります。まあ、いわゆるタンバリンの音が欲しいっていうね場合はこれでももちろんいいんですけども、はい、まあこれはね本当にもう最後の最後大サビで超目立たせたいっていう時ぐらいにしか使えないので、まあ普段使いとしては、はい、このガングルーンなんかをつけて、まあ、ちょっと控えめにしてあげた方がこう弱くても使えるし強くても使えるという、塩梅になっております。はい、で仮にガングルーだけだとどうかっていうところなんですけども、これねかなり音量ちっちゃいです。はい、なので完全に生音のアコースティックライブくらいだったらいいかなと思うんですけども、ちょっとでもマイクを入れるとかね、PA を入れるっていったシチュエーションでやる場合はもうほとんど聞こえない、もう気持ち程度っていう感じだと思っていただけるといいかなと思います。でそういった場合はやっぱり、ペダルを使ったりタンバリンと合わせることで、まあ、こういう風にやった方が使い勝手がいいなっていうのがね、僕の今のところの結論になりますので、ご参考までに。はい、でラテン系の音楽やってる方であればカンパナ、ボンゴベルを足でやるっていうのは結構ありです。マウントできるタイプのボンゴベルか、まあ、マンボベルでも全然 OK なんですけども、ちょっと固めのねビーターでこうピタッとくっつけないでオープンで打ち放ってあげる、頭打ちするっていう感じですね。みたいなね、まあ、シンプルな頭打ちがあるだけでもビートの印象全然変わりますからね。このカンパナ結構いいですよ。はい、でこれは無難ですけれどもジャムブロックね、足比べ、まあ、もちろん使えますし、頭打ちで、まあ、こういう風にやってもいいと。
はい。まあ、カウベルとはまた違った良さがあると思いますね。はい。はい。で、こっちはですね、ちょっと廃盤なんで進めづらいんですけれども、これ LP のサイクロプスシェーカーっていうシェーカーです。はい。これね、ぜひ販売再開したらゲットしていただきたい。また中古市場で見つけたらね、絶対買った方がいい、商品になります。これペダルで踏むとどうなるかっていうと、まあ、こういう感じになると。これがね、非常にちょうどいいんですね。まあ、打ち込みのハンドクラップみたいな音ですから、いわゆるバックビートのところにね、鳴らしてもいいと。いいし、頭打ちで。まあ、みたいにザックザックザクザクってね、やっても面白い使い方ができると思います。これは本当にね、おすすめなんで、もし見かけたら絶対買った方がいいですよ。はい。で、ペダルを使わずに使えるものとしてはですね、フットシェイカー。足で振るシェイカーっていうのがあります。あとは鈴ですね。スレイベル。フットシェイカーは、まあ、靴にね、つけて、まあ、このように振ると。これ音量ちっちゃいんですけども、これあるとないとではね、結構ビートの印象が変わりますから、これもね、もし見かけたらゲットするといいと思いますよ。いろんな使い方ができると思います。で、この鈴の方は、僕の場合はね、この柄の部分をこうやって踏んでます。ちょっとやりますけども、まあ、みたいな感じで、まあ、優しい二つの音が出せるっていう感じです。はい。で、最後、言わずもがなですが、カホンのキックペダルみたいなものもあります。はい。これは、まあ、過去に動画上げてますけれども、いわゆるバスドラの役割ですね。で、手と組み合わせて、まあ、いろんなコンビネーションができますと。はい。という感じで、いかがでしたでしょうか。今回は足で鳴らすフットパーカッションの特集でした。で、僕もまだまだですね、研究途中ですので、今後もこのフットパーカッションの可能性をね、いろいろ見つけて、チャンネルでシェアしていきたいと思います。はい。みんなもですね、これ使ってみたらよかったよとかね、こういう使い方、踏み方したらよかったよ、おすすめだよっていうのが、もしあればね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。こんな感じで、このチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の皆のために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しております。このチャンネル、僕の活動にね、ご協力いただける方、サポートしてもいいよっていうね、ありがたい方いらっしゃいましたら、同じく概要欄のメンバーシップの詳細を見て入っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。また毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。